こんにちは、堀川亮でございます。なんでしょうこの景色がなんか楽しいんですけど、はい、もう分かりますよ。この並べ方を見ただけで缶詰が並んでるってことはそうでしょう。まあちょっといろいろとですね、はい、まあ、ここの東西ちょっと人気のものとか、うん、まあ、話題のものとか、はい、まあ、おいしいもの変わったものですね、うん、ちょっと集めました。はい、ありがとうございます。なのでちょっとまあ今日はこれをもうぜひ食べていただきたい。はい、あ、ビールはないです。え？そんなバカな。心の中でグイッといただければと思います、はいはい、ということで、まあ、たくさんの缶詰を並べたんですけど、うん、ね、堀川さんの中で鉄板のおつまみとか好きなおつまみっていうの？鉄板、俺ね、缶詰はね、基本サバ缶が好きなんだよ。 あとはサンマ、お茶かな系かな。そういうのね、やっぱりね、電車の中、車窓でね、車窓を見ながらね、はい、食うのがね、いいんですよ。今度、そういうのやろうぜ。やりますか。うん、まあ、缶詰って普段食べますか。食べますよ。はい、で、俺缶詰好きだから。あ、本当ですか。で、もっと言えば、はい、それで言えば、あとオイルサーディンが好き。イワシ。美味しいですね。うん。で、オイルサーディンにね、カンカンオープンしてね、はい、とろけるチーズをね、かけるんですよ。はい、でオーブンに入れて、はい、ちょっとこうグラタンっぽくすんの。最高よ。してるんですね。白ワインででも飲んでごらんなさいよ。最高です。至福のひとときです。ということで、はい、まあ、実際に食べていっていただきたいんですけども、うん、私の方からです、ね、一番初めにおすすめしたいのが、うん、メンツナカンカンプレミアム。メンツナカンカンプレミアム、はい、麺は明太子の麺か。そうなんです。ツナはツナでしょ。ツナです、はい、こちらはですね、福屋さんという、うん、福岡で有名な明太子のメーカーさんが。あ、そうなんだ。出る缶詰で、メンツナカンカン、はい、では早速行ってみたいと思います。いいですか、はい、オープンしちゃいますよ。はい、はい、いただきます。いい香りがしますね。もうなんか匂いでなんとなく想像つくわな、はい、いただきます、はい、うん、うん、ツナだけじゃなくてこの明太子の混ざり具合がちょうどいい比率というか、はい、うん、ツナに微妙なこの明太のちょっと塩感というか、はい、そういうのがあって非常に美味しくいただいております。2つ目のおすすめなんですけど、うん、静岡、うん、釜揚げしらすということで、はい、こちらの、まあ、特徴なんですけれども、うん、まあ、缶詰なのにふわっと柔らかい、うん、いや、いいじゃないですか。俺しらす大好きだからさ、ぜひちょっとね、仕上げて、うん、これあれかな、生なのかな、釜、あ、揚げだから違うか、生じゃないか、これ駿河湾で揚がった新鮮なしらすをスピード勝負で釜揚げした、うん、はい、じゃあオープンします、はい、いい音だな、缶詰ってやつは。お値段は398円ですね、うん、まあ、缶詰の中では少し、はい、お高いかもしれない、はい、じゃあちょっと早速いただいてみたいと思います、はい、いただきます。うん、手作りなだけやっぱいい仕事してる。割となんていうかな、完全に揚げたって感じじゃなくて、はい、どっかちょっとだけ生感は残してあるよね。ああ、そうなんですね、うん、いい心持ちに、いい頃合いに、うん、揚げてるというかね、そんな感じがして、これはこれで、大変美味なんじゃないでしょうか。ふわっと。うん。うん。ちょっとアレンジで、かつお節を加えたり。おう。大根。トッピングするわけね。あ、いいんじゃない？でも、もう、このまんまでも十分美味しいよ。続きまして。はい。3つ目なんですけど、はい、おすすめしたいのは、だし巻きの。だし巻き卵ですか。そうなんです。来ましたね、居酒屋に行けば大体王道中の王道ですね。缶詰になっちゃってる。缶詰です。そう、まあ、京都の老舗とのコラボで、うん、実現した商品らしく、うん、まあ、ふっくらと焼き上げ、うん、本格京風だしにつけてそのまま、ほう、に閉じ込めたということなんで、まあ、京風の、なるほどね、こいつは楽しみだな。じゃあ早速オープンします。はい、はい、おお、
綺麗になんか二等分になってるな、こういう筒状のところ真ん中綺麗にこう切れ目というかカットが入ってるみたいに。じゃあ早速、はい、いただいてます。はあ、入ってるんですかね。はい、ちょっと失礼。うん優しいお味ですね。いい出汁ですよ。いただきます。うん、もちもち。これはねご飯でもいけますよ。舌触りがいいというかね、はい、口触りがいいというかね、はい、あの美味しいと思います。はい、続きまして、はい、4つ目なんですけど、これもちょっと変わり種なんですけど、うん、たこ焼き、うん、ということで、ね、俺食ったことないな缶詰のたこ焼きは。では早速開けてみたいと思います。なるほどなるほど、はい、こういう感じでございますよ。では早速いただきます。はい、まずこの何もかけない、はい、柔らかみもちょうど程よいですし、お出汁とのバランスも非常にいいですので、はい、ここでちょっと鰹節ともろもろちょっと振りかけてみようかな。はい、これで定番のたこ焼きスタイルでございます。うん、このままでももちろんね、はい、全然いけるんですけれど、はい、ちょっとこれは熱入れた方がいいかな、俺の好みとしては。はい、たこ焼きってほら熱が命だところあるじゃないですか。まだあっちっちのうちにソースかけてね、はい、これもだからちょっと熱を加えた方がより美味しくいただけると私は思います。大体のお酒に合いますよ。だから缶詰ってそうだからね、どんな酒にも合うように作られてんのよ。そうですね。うん、最後にお勧めしたい、はい、鶏皮味噌煮、はい、プルプルコラーゲンって書いてある。これは絶対ね女子を意識してるな。こちらなんですけれども、うん、広島県呉ですね、はい、呉市の、居酒屋さんで戦後から親しまれている、うん、鶏の皮を味噌で煮込んだ料理というところです、うん、なるほど、わかりました。じゃあ早速オープンしたいと思います。いっちゃいます。あ、いい香り。あ、コラーゲンだわこれでは早速いただきたいと思います。いただきます。おー、もっちもちよ、もっちもちうん、これもね常温でもいいですけど、はい、ちょっと温めたらもっといいかもしれない、はい、一応やっぱ煮込み料理なんでね、はい、いやこのままでも全然うまいよ、それ全然うまいんですけど、これはね酒には合ういいんじゃないですか。だからこういうのを卓を囲んでというかね、はい、こう語らい合いながら、うん、別にまあそれは缶詰でなくてもみんな同じなのかもしれないけれど、はい、食の醍醐味っていうんですか、はい、うん、早くね、はい、一日も早く元の世界へ帰れたらいいなと思う今日この頃の堀川亮ですということで、うん、まあ、ちょっと時間の関係もあって全て食べていただけなかったんですけれども、うん、まあ、5つですね食べていただいて、うん、この中のこれ一番良かったものというか、いや困っちゃったなあの基本的にみんなうまいんだよ、みんなうまいんだけどね、いやどっちにしようかな。じゃあ私の今日のナンバーワンベストはしらすでございます。この淡白なしらすのね、はい、味わいというかあの柔らかさもそうですけれど、はい、煮込みすぎず、はい、揚げすぎずちょうどいいしらすの本来の味も残ってますし、こっちと迷ったの、あ、一番初め、うん、カンカンとこれもね ツナ缶の上にさらにその明太子ね、からし明太子が乗った微妙なねこの辛みがいいのよ、これまた。ああ、そうなんですね。うん。ようチャンネル。ということで、はい。うん。お母さんに、うん、まあ食べていただき、お酒に合う感じという。いい企画ですね。あの食というのはやっぱり喜びの一部ですから。はい、飲食というのはね。はい。はい、小川さん。はい。気に入っていただけましたでしょうか。貴様、なかなかやるではないか。
俺の好みが分かってきたと見える。ということで今日はいろんな缶詰を試させていただきました、なかなかね、美味しかったです。はい、どうもありがとう。堀川亮でした。いいか貴様ら、高評価チャンネル登録よろしく頼むぞ。せやかて王子飽きまへんって、そんな頼み方してたら。